名前ね、キヨゴリちゃんってやってるのは理由がありまして、私今ツイッターをやっておりまして、でそのツイッターのアイコンがゴリラのマスクをかぶった姿で、まあツイッターのアイコンしてるんですよ。でそれを大事な大事な商売道具を今日谷町線の森口駅で忘れたってことに気づきまして、もう時すでに遅しってやつですよね。なので今日はもう人間の側で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で私ちょっと趣を変えまして、私は今回は歌いません。歌うのはこの子のギターになります。まあ、ソロギターという、まあ、奏法がございまして、さっき斉藤なるくんが先生とやってたお二人で弾いたじゃないですか、ひまわりの曲を。それを、まあ、一人でやるみたいな感じでやります。で私がそのソロギターで好きなギタリストで岸辺正明さんっていう方がいまして、とてもメロディーが綺麗なので、その人の曲を2曲今日は準備してきたんで弾きたいと思います。でまず1曲目が、ハートストリングスという曲を弾きます。